どうも、しゅうちゃんのしゅうです。今回はレーザーなりアルティメットのレビューとゲーム、特に CG での足音を聞き取りやすくするための設定について紹介していきたいと思います。まず個人的に良かった点3つを挙げると、1つ目はワイヤレス接続ができること、2つ目は付け心地がいいこと、3つ目は振動が楽しいことですね。一つ目のワイヤレス接続に関しては、僕が PC で使用してるんですけど、まあ PC だけの機能なのかな。他にも有線でつなぐことができたりとか、他のパソコンだけではなく PS4 とか、Xbox One とかも全然接続はできるんですけど、PC はワイヤレス接続が可能で、ちょっと昔使ってたヘッドセットは有線で、ちょっとコードが邪魔だなって感じてたので、このヘッドセットを選ばせて使わせていただいてます。これが良かった点一つ目です。二つ目は付け心地がいいこと。ここは他のヘッドセットとか、前僕が使ってたヘッドセットよりも持ってみると若干重たく感じるんですが、全然その付けてみると重たさを感じなくて、これは多分自分の頭にフィットするような設計になっているからなんだと思いますね。で、さらにパッド部分、耳を当てる部分に冷却ジェルが入っているらしくて、これがつけた時のひんやりした感じになるので、夏場とかもこれつけると多分そんな他のヘッドセットよりも蒸れないんじゃないかなって思います。で、3つ目の振動に関しては、ここの記事にも書いてあるんですが、ハイパーセンスっていう技術システムで、その音に合わせて振動してくれます。これがより一層ゲームを楽しむ起爆剤になる新しいヘッドセットなんじゃないかなって思います。他のヘッドセットでこれはないので、今後ねこういうようなヘッドセットが増えていくのかなっていうイメージです、僕の中では。他にもラリアルティメットのいいところとか機能については、他のサイトとか、レーザーのホームページ、公式サイトの方とか、あと YouTuber の方々が、ゲーム実況者さんとか、プロゲーマーさんとかが紹介しているのを見れば、すぐわかると思うので、今回はここの動画ではね、省略させていただきたいと思います。次はレーザーの設定の方について説明していきたいと思います。レーザーの製品を買うと自動的にこのソフトウェアがダウンロードされるんですが、ここでヘッドセットの設定をいじることができます。で、一番最初の説明書にヘッドセットイヤホンとヘッドフォンを、2つ規定のデバイス、規定の通信デバイスとして設定しておくことで、ボイスチャットとゲームの音を別々にすることができるっていう機能がついてるんですが、僕はこれ必要ないので、どっちか聞き比べして、いい方だけを使おうかなと思ってたんですが、これ断然ヘッドホンの方が音の聞こえ方が違うなって体感したので、ヘッドホンだけに規定のデバイスとしてチェック入れてます。で、もしこれはまあ僕の環境だからなのかもしれませんが、ナリアルティメットを使って CG とか他のゲームの音が聞こえづらいよっていう人がいたら、ヘッドホンに一応規定のデバイスをチェック入れてプレイしてみるのはどうでしょうか。次はソフトウェアでどういう設定をしてるのかについてなんですが、設定の部分はまずミキサーですね。ここでゲームの音をステレオからサラウンドサウンドにすることで、違いが出てくると思います。サラウンドサウンドがどういうものなのかについては、ここのデモのテストを聞きいただければ音の聞こえ方が違うなっていうのが丸分かりですね。次、強化。ここはまず低音ブースト、ここはなんかその低周波数特性を向上っていうことで、まあ低い音を聞き取りやすくするためなのかなに使うんですけど、僕これ高すぎると逆に聞こえづらかったので、一応チェック入れて一番低い設定でゲームをプレイしています。で、もし他の人でその
もうちょっと上げた方が聞き取りやすいよって方はがいれば、これを上げていただいても構いませんし、これいらないよって方はチェック外してもらっても構いません。で、音の明瞭度については、まあ説明見て音の性質を向上させますみたいな感じなんですが、これ上げると、いや、つけると音がパキパキしたような音に変わるので、これがすごい違和感だったので僕は切りました。これもまたチェック入れてもいいですし、入れなくても構わないと思います。自分の環境に合わせて設定してみてください。で、音の正規化については、まあその大きい音と小さい音のを、なんて言うんだろうな、均一化みたいな感じをイメージすればいいのかな、なんですけど、ここはまあほとんどの人が多分チェック入れてないと思います。プロゲーマーの方もこれ入れてなかったので、まあ、ここに関してはゲームに必要ない設定なのかなと思います。で、ここは振動に関しての設定ですね。ここでチェック入れると、そのヘッドセットハイパーセンスの技術でその振動の伝わり方が変えられますよと、まあ、高ければ高いほど振動しますよと、まあ、今回あの CG に関してなので、ここは切らせていただきます。イコライザーは、まあ、デフォルトゲーム、映画、音楽、カスタムってあって、で、僕はあのせっかくゲームがあるのでゲームにしてるんですが、イコライザー設定を見てみると、いろんな方がその低音、中音、高音の設定を結構いじくってて、で、自分の音の聞き取りやすいところのつまみを上げたり下げたりしてるので、ここは本当にまあ僕はこのままでいいかなと。カスタムで結構いじって遊んではいたんですけど、結局なんか自分で何がいいんだろうって探しきることができなかったので、せっかくゲームがあるんだったらゲームを使おうかなと思ってこのままにしております。まあここも参考程度でお願いします。あとはもう音に関しては関係ないです。では実際 CG の音量の設定についてなんですが、主音量をよく下げる人もいるんですが、ここをなんかまあ僕も実際は分かんないんですけど、主音量は100にしておいた方がいいよっていう方が多かったので僕は100にしてます。で、落とすんだったら Windows の方の音量を下げるといいみたいです。ここに関しては僕もちょっと研究不足なので分かんないんですけど、ただこのダイナミックレンジは3つある中で一番いいとされているのがナイトモード、これがよく足音聞き取りやすいよっていう設定らしいのでね、もしその今まで違うナイトモード以外の設定を使ってて、足音の聞き取りがちょっと難しいなって方がいたら、ナイトモードにしてみるのはいいんじゃないでしょうか。まあ大体 CG での設定はこんなもんですね。今回はレーザーなりアルティメットの簡単なレビューと自分なりの音量設定の紹介をさせていただきました。この動画参考になった、面白かったなって思う方は高評価とチャンネル登録の方お願いします。ではまたの動画でお会いしましょう。